皆様こんにちは、ムジカレグロです。ラクラクピアノ2の24ページ森へ行きましょうのレッスン始めます。この曲では伴奏で1拍目に5指でベースを弾き、残り2拍3拍目を重音で弾く形が出てきます。この伴奏の形は1拍目5指を確実に弾いた後、2、3拍目をソフトに弾きましょう。2、3拍目の重音は1指と3指で弾きやすいので、どうしても強くなりがちです。柔らかいネイルで弾くとメロディーが引き立ちます。次に7、8小節目です。右手のそば、タイのため3拍プラス2拍伸ばしましょう。その後の4分9分で鍵盤から手を上げます。また33小節目からは8分音符や普天四分音符が出てきます。はじめはカウントを取りながらテンポを確実に取りましょう。ゆっくりカウント付きで弾きます。1と2と3と1と2と3と、1と2と3と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